仏壇販売転職新聞43号下書き作成原稿作成いたしましたアートプロセス山本様印刷よろしくお願いします金箔が吹いても剥げない国産仏壇 お仏壇の販売が転職な方、今期でございます。2022年1月の24日今日月曜日外気は4度朝動画でございます。今ちょうど5時54分もうすぐ5時5になりますね。はいはい。あいや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 ,いや昨日ですね。いや。 完成いたたししましたもうおっさん、手がパソコンが打てねえから、ですね手書きなんですよ、恥ずかしい手書きをですね、これをこう一生懸命やる写真をカラーコピーして、ですね切って貼って書くという感じでございますね、はや、い、っとできまして、ですねでこれを先ほど言いましたように、あの当店のパソコンとかも全部していただいているアートプロセスの山本様、1つですね、今日持ってまいりますので、まあ、業務連絡になりますけど、ですね1つはあの印刷6000枚、よろしくお願いします。はいまああそういう形でですねのの皆さんあのパソコン とかですね印刷プロフェッショナルでいらっしゃいます広告マーケティングのですねあの何かありました時には山本さんにご連絡くださいはいはいマンバーサル友としてですねはいえ輪、ー、島名物仏壇販売転職新聞43号作成いたしましたこれから印刷アートプロセス山本さんにお願いに参ります内容でございます聖、えー、徳寺佐久村住職様がご協力いただいてですねコロナ生活困窮者支援仏壇 無償提供まあ、こちらにお物がありますね。このお仏壇をですね。2期ですね。 えー、聖徳寺高橋観音で有名な聖徳寺作村住職先生が2期、やっぱり檀家様というかです、ね、いろいろ困ってらっしゃる方がいらっしゃるんですね、お仏壇が買いたいけど買えない、特に今、コロナじゃないですか、ですから、まあ、そういう形でですねこのお仏壇をですね2期、お仏具もつけてあの出しておりますので、本当はあのこうやってご協力ありがとうございます、もう本当、仏様のような方でいらっしゃいます。まあ、あのこれからもですねあの こういう、この活動はどんどん継続してまいります。あの、人吉豪雨被災者には300配りました。盆上賃は100配りました。まあ、そういう形で継続してまいります。えー、それとですね、これは裏面になりますけど、一応、蝶ネクタイ。私一応、 まあ今年還暦なんですよ。ですから、ちょっとですね、記念としてですね、蝶ネクタイをしてですね、生活が性格が地味なもんですからですね、一つ少しでも目立つようにと思いまして、はいはいはい、はいまあそういう形でですね、蝶ネクタイをしましたで、正月映画紹介という内容で、ちょっと現物見ていただきましょうかね、まあこういう感じでですね、はい、顔がでかいな、みたいなですね、蝶ネクタイをしております。で、こうやって蝶ネクタイを大人といして、奥様から怒られましたこれ実話でございます。はい、まあそれとですね、ことしお正月です 呪術廻戦と「999ムービー」これ見に行ってきました特に面白かったのはこの「呪術廻戦」ですねまあ999ムービーはまあ2時間サスペンスみたいなのもあったですね、まあ、あれ面白かったですよ面白かったど,どっちもいいですけど私はこっちみたいなですねやっぱこれここにも書いてありますけどですね呪術回線あの やい、え、鬼滅の刃。あれも見ました。それよりも私はこっちが面白かった。2時間あっという間でございました。まあ、という形でですね、アミュープラザーできてから映画熱急上昇ですっ、ね、て。今度はこれが出来上がったらですね。 アビプラザジも持ってきますけど、私。アビプラザジ。10枚ばっか。あの、あそこに従業の方がいっぱいいらっしゃいますからね。というもう、そこに、何でもやりますので、ですね <laughs>。はい。まあ、そういう感じでございます。はい。まあ、そういう形でですね。まあ、大体紹介終わったかなああ、これありますね。はい。一応ですね、これですね、かばしま県知事、大西市長、小山くんどうさん、それと熊本のマスコミ全社ですね、新聞、テレビ、ラジオに DM で送ります。この、プレ、あの、仏壇販売、転職新聞はですね、 であの当店から購入いただいた2700名のお客様に、これ、毎日10つずつですけど、必ず送ります。それと、えー、ご来店のお客様全員にですね、送ります。それと、まあ、近所ですけど、熊本西区に2500枚、チラシで折り込みます。それと、えっ、ー、ち広瀬、たたきせんさん、弁当の平井、高橋店さん、熊本西区役所さんにも、 配りますという形でですね、展示していただきますという形でございます。まあ、すいません。長 <laughs> くなってしまいました。何が痛かったのか自分でわからなくなってきましたが、まあ、こういう形でですね、やっと43号。亀のようにコツコツと歩いて43号でございます。これからも100号、1000号を目指してですね、頑張っていきますので、ちょっと皆様よろしくお願い申し上げます。はい、ここまで。この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運ごあってん。 お祈り申し上げます。